かれるのは問われるからだ。世間でどっち？それに対して魔王の位置。あるいは試されているのかもしれない。ここで正当を続けなければスコアを落とし、魔王、その座からはどかねばならない。代わって、より正当の高い相手のもとへと。オーガさん、という見えない個人が存在する実感。そういうのの意味は、中華思想、その皇帝にとっては、自身の存在意義に関わる事態ではある。そして、消えていく。事態は、微妙に判明しつつある。それを貸してもいいけど、メディアには載せないこと、それが重要、そうなるほどに、それは大きな封印となっていく。当時、中華思想の皇帝は、王の権威より信用されていた。黄昏の狩人派、彼が書いたものだったから、だ。それが違うとほぼ判明し、その後、悪化した業績の責任。